どめを刺さない。あんたはいい人だからな。ギャングだけどいい人だ。あんたは薬をやっているこの少年を見てショックを受けて一瞬攻撃をやめたですよね。あんたがショックを感じずためらわない人なら僕は今頃バラバラになって地面に散らばっていた。だから攻撃するのはやめにしたんです。薬を売る奴は許さないと。あんたはそう思っている。そして彼に薬を売っているのはあんたのとこのボスだ。そこにあんたは矛盾を感じている。だからあんたは彼を見て心を痛ませたんだ。だとしたらどうだと言うんだ。お前が勝手に攻撃をやめたからといって俺がお前を殺すってことには変わりはないんだぜ。いや、あんたはもう僕を殺したりはしませんね。なぜならあんたは僕の仲間になるからだ。僕はあんたのボスを倒してこの町を乗っ取るつもりでいる。なんだって。薬を流すようなギャングを消し去るには自らギャングにならなくちゃいけないってことさ。もう一度聞く。本気で俺たちの組織に入団するというんだ。ええ、この町を乗っ取るには町を支配する組織に入ってのし上がっていくしかない。僕はギャングスターになります。いいだろう。ルカをやった犯人は探せなかったことにし、お前が組織に入団できるように紹介しよう。お前の気高き覚悟と黄金のような夢にかけよう、ジョルノ・ジョバーナ。Okay, what is that GOGO ability? Hey, did I even pass this? Oh yeah. ジョルノはブチャラティの計らいでギャングの入団試験を受けることにした。入団を決定する男はポルポという刑務所の中にいる組織の幹部であった。ジョルノはポルポの面接を受けるため刑務所に向かった。君のことをブチャラティから聞いてあるよ。何ができるかですか。ちょっと違うかな。最も大切なことというのはそれは信頼だよ、ジョルノ・ジョバーナ君。テストというのは君の信頼を見ることなんだ。このライターの炎でな。手に取りたまえ。炎を消さないようにな。この炎、まさかポルポのスタンド能力では。もしそうだとしても僕には夢がある。その夢の第一歩のため、何としてもこの炎を守らなくては。おっと、危ない。すまんの。ご覧の通り階段掃除をしとったんじゃ。しぶきだけで水がかからなくてよかった。Oh no.
なんてことだ、まずいぞ。まだ1時間しか経ってないのに炎が。なんてことだ。炎がどうしたかの。まさかそのライターつかなくなったかの。おお、すごい明るいんでびっくりしたが、あ、でも何も問題はないようじゃがのう。おかしい、再点火できるなんて絶対におかしい。再点火できたらテストの意味なんて何もない。この魂、選ばれるべきものではなかった。They killed Mario. 死んでいる。お前も再点火したな。チャンスをやろう。向かうべき二つの道を。一つは生きて選ばれる者への道、もう一つはさもなくば死への道。Okay, this guy's like deaf from the first story. It's a Polpo's stand. What am I trying to do here? One next thing! I don't get what I'm trying to do to him. やっぱり影の中だ。こいつは。鳥だ。まさか飛行する鳥が影を利用して影から影へ移動してきた。どうした？あ、come on。I'm supposed to dodge it。どうした？How are you supposed to dodge that, really? There we go. そいつを日光の中に引きずり出すとどうなるのだろう。どうした？どうした？行け！Get up! 何かの影に誘い込んで取り除けば、やつを日光の元にさらすことができる。Oh yeah. I would call this cheap if it wasn't for the fact that they play cheap too on here. Yeah, gotcha. What the hell is wrong with him? 惜しい。近くに影があったから逃げられた。しかし、やはり奴は日光の中に来るとダメージを受けるのは分かった。完璧に影から引きずり出せば勝てる可能性があるようだ。Still not gonna give up. You gotta be kidding me. Right into the sunlight. Okay, got a better rank in there. ゆっくりと味わいな、日光浴を。たったそれ一つだけだ、お前の行くべき道は。
組織に入団できるのだろうか。困るのだ。とりあえず明日このライターをポルポのところへ持っていくしかないか。小僧、真面目に24時間この炎を守ったのか、それとも再転化してスタンド使いになったのか。そんなことはどっちでもいい。とにかく生きて炎を持ってきた。ああいう若くて何も知らんやつは利用できる。どっちだろうと我々の都合のいいようにな。ポルポ、お前はあの無関係のじいさんの命を侮辱した。だからお前の拳銃を一丁バナナに変えてきた。最後の食事よく味わって食べるといいぜ。ポルポ拳銃自殺。調書によるとポルポは牢獄の中で自らの拳銃を口に加え自分の指で引き金を引いたことが証明された。同時に矢が一本破壊されていた。 Why did he blow his brains out? Okay. I guess I can cut the video here, but yeah, next time we'll begin chapter 3-1 later.